熊谷豊君自由民主党の熊谷豊ですえ冒頭まずこの場をお借りして今般の3.11東,東日本大震災で全国の皆様からご支援をいただいていることとても感謝いたしていますことを表明させていただきたいと思います今後とも北海道から千葉県にかけてです、ね、長い距離の被災であることから長い年月のご支援 があとご協力が必要になってくると予想されますので、どうぞ温かいご支援のご支援をお願いいたしたいというふうに思っております、そしてです、ね、最近、少々事実と反することがです、ね、交換、耳にされることがありますので、ちょっとこの場をお借りしてですが、それも指摘させていただきたいというふうに思っております、それはです、ね、被災地は今、大バブルだというふうに言われることでございます。 私はあの仙台市内に住んでおりますが、あの実感としてバブル経済になっているとか、被災地は非常にお金が回っているとか、そういうことを実感として感じておりません。何やらあの週刊誌または新聞等々ではですね、高級車やブランド品が 非常に、えー、よく売れているということをお白おかしくですね書かれた、書かれたりするんでございますが、そうしたこともですね、見聞きをしたことはありませんので、えー、ぜひ、えー、皆,さんには皆様には、委員の皆様にはあのご理解していただきたいなというふうに思っております。さらにですね、あの災害復旧、現在、瓦礫処理は街中、確かに見なくなったのではございますが、それからですね、パタリと、 音が街中から災害外れを運搬する音も聞こえなくなったで普通はその後災害復旧のための建設ラッシュというかです、ね、生コン車であるとかそういった車の音が聞こえると思うんですけどもそれが。 全く聞こえないい状態でございます、まあ、それはみなあの被災地のみな皆さんはあの三次補正の執行を待っているからでございますのでぜひとも皆さんで,です、ね、議論をさせて速やかな執行に臨んでいきたいというふうに思っておりますでは質疑に入らせていただきたいと思います3月11日の東日本大震災関連で質問をさせていただきたいというふうに思っております東日本大震災で被災した学校の応急のために 震災学校支援チーム、アースなどを派遣していただいたりです、ね、または心の相談,員相談員、スクールカウンセラーも派遣していただいたりして、とても助かりました、ありがとうございます、えー、心のケアというのはです、ね、個別の事案でありますし、個々の子どもたちの心の状態のこと、そして思春期の子どもたちのことでございますので、大変難しい事案だなというふうに思っております。 抱えるものの大きさもです、ね、まだまだ子供たちは実感を持っていない、または把握しきれていない状況であるということは変わりないという,ふうに思っておりますそこで心のケア、これは何度も申し上げますが非常に難しい課題だと思いますがおおよそです、ね、何年間です、ね、程度の、の子供たちの心のケア、まあ、震災関連です、ね、にが必要であるかという ことをです、ね、科学的なデータ、またはえ知見が出ておりますればです、ねえー、示していただきたいというふうに思っております中川大臣。おおよそ何年間というところに焦点を当てたものでもないんですけれども、えー、調査が行われております、これはあの平成7年および8年、あの被災地におけるというのは、 阪神大震災のときのです、ね、子どもの心の健康に関する調査というのを行っております。でこれのその結果は各都道府県教育委員会にすでに配布をあのされておるようなことなんですけれども本調査において子ども自身や保護者および教職員から見たあの震災による子どもの心の影響あるいは教職員の取り組みについてなんですが まず一番あの例,えば例えばの例示ですけれども、まず一番、震度が大きく、被害が大きいほど震災による子どもの心に対する影響力は大きいが震度の小さい地域でも地震のことを思い出すようなことがあると、えー、緊張したり、ドキドキするとあこんなあ被害の大きい地域と共通して認められる項目があるということ。あるいは 学年層別に反応の仕方に差異があって低学年層では小さい頃していたことをまたするこれを対抗というらしいんですがそれから地震の話をしたり聞いたりするのが嫌だとこれを回避行動というらしいそれから高学年層では遊びや勉強に集中できないこれは集中困難、まあ、そういうい あの心理現象が起きているということでで、えー、などがまあ明らかになっておりますで、まあ、<coughs> あの平成10年度には、まあ、これらの調査結果を基礎としまして各学校等における体制作りや、えー、対応方針の作成及び対応方法等の参考に資するための、えー、指導参考資料を作成をいたしましたで また平成15年および22年にはあの新潟県の中越沖地震等の自然災害に加えて近年の事故あるいは事件などの状況も踏まえた改訂版を作成をいたしておりますあの、まあ、こうした工夫をしながらよりきめの細かい対応をしていきたいというふうに思っておりますがあの 今回の震災についてのこのカウンセラーおよびこうしたさまざまな形での指導というのは、まあ、あの必要がある時期はもう徹底してです、ねまあ、そうしたサポートを続けていくという方針でやっていきたいというふうに思っています熊谷君。先ほどの今のの今答弁の中 でその内容は大体わかるんですがその期間についてです、ね、どれくらい要するかということがちょっと抜けていたというふうふに思っておりますが先ほど、ナタニア委員からの質問にもあって大臣、答弁されていましたができるだけ長期ということでちょっとあいまいな形で言葉を逃がされているのが非常に気になったんですが阪神・淡路大震災では被災者が自身のです、ね、心の問題にまあ気が付かなかった。 で後に出てきたというふうなこともございましてです、ね、平成それこそ8年から2年後の平成10年がピークでございまして、4106名の方がそこで受診をされたりをしております。それからだんだんん減っててきまして 平成20年に169名というふうふになっておりますので大体、おおむね,ですね10年スパンの計画がまあ必要なんではないかまたその10年という単位で考えて政策を打っていかなければならないなというふうふに思っておりますが文科省はカウンセラーを被災地に派遣しておりますがです、ね、その年限等々はもっと曖昧な形じゃなくてはっきりあの決めていただきたいんですけど決めていただくというのもおかしいですけども。 あの明言していただきたいんですけども、中川大臣、あの貴重なご指摘をいただいたと思います。あの実際に阪神淡路の時も、おまあさまざまな下配措置で、えー、カウンセラーとお送り込んだんですけども、まあ大体10年ぐらいは継続をして、まあそういう措置をしてきたというふうに聞いております。まあその辺もあの基本にしながらですね、えー、今回の災害に向けてもあの必要な期間。うん 送り続けていいくととうことあるいはまたさらに新たな政策を積み重ねていくという努力をしていきたいというふうに思います山内君。最上補正予算では緊急スクールカウンセラーの発見事業として4億円が計上されておりますが、まあ、これで終わりということはもちろんないですよね、継続して事業も政策も打っていただけるということで、お願いしたいというふうに思っております。 そこであのカウンセラーさんたちの活躍もさることながらですね各教育委員会を回った時にですねあの要望されることがあったんですけども,もちろんカウンセラーさん非常に重要だと、でもですねやっぱり長く今、大臣とご答弁していただいたように長く担当してもらえる子どもたちを面倒を見てくれる担任の先生が必要だということ。あのこのこ委員会でも 以前、鈴木官副大臣、当時の副大臣等もや,るやり取りさせていただきましたが、まあ、担任の先生というのが必要になってきますというふうな要望を受けているということを紹介してさせていただきました。やっぱりあの まあ、その被災地の NPO 法人でその子どもたちの様子なんかを見ている子どもたちは非常に勉強にあの集中しづらくなっているあの仮設住宅はスペースが非常に狭くてです、ね、勉強できるスペースが取れない。 なんな問題を抱えているそうした中で,です、ね、あの担任の先生になっていただいて家庭訪問をしてです、ねえー、逐一、そういった子どもたちの抱える課題なんかをです、ね、解決、一緒にです、ね、長い時間を、期間をかけて、えー、解決させられることができる担任の先生を多く加配してほしいまたは派遣してほしいという要望がありますがこの点についていかがお考えでしょうか。中川大臣 あの私も被災地の学校を訪問しまして、えー、先生ご指摘のようなああの要望を、えー、受けておりますで、まあ、そんなことで、えー、特にあのこの県外からです、ねえーまあ、支援という形で、えー、たくさんの先生方入っていただいているということでありますがあのお 短期派遣、長期派遣、まあ、それぞれございまして、あの実績からいくと、えー、短期派遣で、えー、合計派遣人数がですね、1254名、で、うち養護教諭が85名、それから長期派遣、これは八都県教育委員会から非常に、あの、ありがたいご支援をいただいておるということでありまして、 えー、合計で111名で、うち養護教諭が31名で、この中で特に特筆すべきは東京都でありまして、この111名のうちの85名というのが、東京都から長期で派遣をしていただいています、まあ、あの文科省としても、この長期派遣をできるだけお願いをしたいということで、 あのマッチングをしておりまして、えー、それぞれの県に対しても、地域の事情というのを説明しながら、安定した形で、えー、この荷配が行われていくという状況を作り出していきたいというふうに思っております熊谷君。 はい、えっ、ー、と、今、あの大臣、ご答弁いただいたように、長期派遣をお願いするというふうな形。まあ、やっぱり他県のですね、両親に頼っているような、ところがあると思うんですね。でも、例えば、この災害時、または緊急時、また、その災害、ポスト災害時におけるですね、その。この教員の派遣をですね、ぜひ、あの。 これは提案になると思うんですけどもあの全国規模化で文科省が派遣できるようなですね、スキームをぜひとも作っていただきたいとというのはですね、あの宮城県もですね、まあ、被災3県でありますがあの非常に財政が厳しいところがありますで財政が厳しいところですすね、ね、ところでです、ね、今震災時ですね、実は災害救助法の手続きからですね 被災県にかなりの額がですね、他の地方自治体からあの請求を受けております。7月末の時点で45億円の請求がなされております。それ大半がまああの交付金等々で見ていて。 もらえるというふうに捉えておりますが、しかしですね、やはりその派遣してもらうにもですね、いわゆるそういうふうに請求、いわゆるコストがかかってたり、お金の面で今どこも財政が大変な状態でですね、請求をされるということですね心理的にも非常にお願いしにくい、または負担感が得られると。 負担感がに感じるところがありますので、そこら辺をなんとか文科省で全国的な災害派遣のです、ねえー、教員の仕組み、スキームをです、ね、作っていただきたいというふうに思っておりますが、大臣のご見解をいただければと思います中川大臣 <laughs> あの。ご指摘のように、まあ、一つの制度化をしていくということは、長期にわたっていく中では、 あの一つ工夫が必要なのかなということをあの私も受け止めさせていただきたいというふうに思いますそれで、まあ、現在のです、ね、コストの面からいきますとこういう整理がしてありますあの、まあ、派遣のありようによって違うんですけれども短期派遣の場合はです、ね、あの派遣元の都道府県から出張の形態を取る場合がその多い。 とということが考えられましてその際の旅費等の費用は派遣元の都道府県が負担をしているということでありますで一方で長期派遣の場合には地方自治法252条の17の規定に基づいて派遣という形態をとっておりまして給料とそれから手当等の費用についてはこの法律によって